ウィリアム・ビービは、アメリカの自然主義者、鳥類学者、海洋生物学者、昆虫学者、探検家、そして作家であった。彼は、数多くの遠征、潜水球での深い潜水、そして学術的及び、人気のある彼の多作な論文で知られている。18歳のビービメアリー・ビービ後に、ブレアナ・イルズとして知られる。1906年4月。 ブロンクス動物園の鳥の多様性を宣伝する、ウィリアム・ビービが書いた、ニューヨークワールドの日曜日の雑誌のカバーストーリー、ビービが、記事の遠征中に辿ったルートの地図ウィリアム・ビービと、日本の赤色夜景ビービとポール・ハウズ、イネス・ハートリーが、カラクーンの研究室で1918年から1922年に、出版されたビービの著書、記事のモノグラフからの5種の樹形記事。 サルガッソ海のホンダワラ。ビービが1925年に噴火を観測した、エクアドルガラパゴス諸島のイサベラ島西部の火山、ジョスリン・クレーン。彼女は、ウィリアム・ビービ熱帯研究所、シムラー、トリニダード・トバゴを訪問した。インド・シムラーで、ビービとジョスリン・クレーン、ビービの医師、エイヒル・ビービとエイヒル・ベーベの、テトラプテリックスのイラスト。ありがとうございます。